もう僕は、うん、もう外交だなって、うんうんうん、チャンネル登録者が伸びた瞬間に元気になるし、うん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 、っていうのを今やりながら、うん、もう頭の中ではずっと、うん、この灰の人さんのことで頭がいっぱいだったんですけど、うん、よくあの方旅行に行くと、うんうん、バーって文を上げるじゃないですか、はいはいはい、心のあれって外交なのかなって、あれを見てもらいたいのかどうかですよ、ね、ああなるほど、これお前らこういうことだぞ分かれよみたいな感覚で上げてるのか、はい、ただ自分の心をこう心思ったことを日記的に書き留めているのか、書き留めているのか、だから人が何も反応しなくても何とも思わない、ああいいねを求めていないいいねを求めていないしっていうところじゃないですか、内向だと。なるほど、だから僕はいいねじゃないにしても、はい、あだからその辺はありますよね、僕が思ったことは人に広めたい、はい、はいはいはい、うん、だし、うん、この YouTube をやるきっかけ、うんうんうん、僕はやりたいもあったんですけど、うん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 、体調もやりたいがあったじゃないですか、はいはい、そう、そうはどこから、なんか面白そうじゃないですか外に働きかけたいがあった、うん、そうだから本当に楽しいだけでいいんだったら、はい、チャンネル登録者数なんか増えなくてもいい、誰も見なくてもいいわけじゃないですか、はい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 、それではつまらないですよね、はい、っていうのはあるので外交的な部分はありますよね、やるきっかけとなったのは、はい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 、うん、で下辺で体調だったらこの本に、うんうん、いいと愛どっちって書きます、いいと愛わかんないですねちょっと見てみましょうか、はい、すいません、灰の人さん、ただ内向思考でも、うん、ペラペラと外のことを喋る人はいるんですよね、うん、外向も感覚持ちは特に、うん、まあ両方あるって話ですもんね、両 方,、うん、両方あって、でもどっちが、灰の人さんも喋るじゃないですか、ツイッターではもう誰よりも饒舌ですよ、うんうん、だいぶこことか、はい、軸なしとか出てるじゃないですか、はい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 、で喋るじゃないですか、はい、うん、ここでは喋ったことないですけどね、あ、まあ、ここで、あ、はい、僕は直接喋った時、ああそっかそっかあ、ここに来て隊長と喋った時は、ここ、うん、もう、そう、喋る、喋る、8人ぐらいでハイヌートさんが喋る、喋、うん、る、あのツイッターですよ、だからツイッター状態で隊長がいいねいいねそんな感じ、うん、ケイルさん、私も人見知りで口数が多くないはずなので、うん、内向辞任していたよと、うん、だから僕と一緒ですよ、ただ評価を気にするのは外向の働きですね、うんうん、ただどっちが元気になるか、あだから人に評価された方が元気になる感じはあります、要は何ていうの、よく自分自身でなんか納得できるとか、うん、っていうことなんですかね、自分で OK が出せる、自分で、あ、まあそこは、はい、なんか僕の場合はネガティブを見たくないんで、はいはい、マイナス評価は無視できるんですよ、なるほど、うん、だけどプラスの評価は受け取るっていう感じなんですよね、無視できる、うん、マイナス評価は無視できるっていうか、みんな耳を塞ぐことができる、はい、うん、知らないみたいな、僕は僕だからってか耳を塞いでる状態で自分の心を保ってるっていうと、うん、なんか愛感もありますよね、やっぱ内向感、内向感、要は他者、うん、だけど他者の評価は気にしてるんですよ、プラスの評価は元気になるみたいな、あでもそれは多分誰でもそうじゃないですか、うん、僕多分打ちのめされると思うんですね、外からの評価がそれだと、うん、でその辺が自分が保てなくなると思うんですよ、評価を気にするは外向の働きですねと、うん、そうですねと、 SNS が壮大な独り言になりがちなのが内向という雑分類もできますねと、うん、だからなるほど、気軽にこう投稿できないです、僕も、僕も気軽に投稿できない、はい、あこれやったらどういう反応が来るだろうなっていうのを考えはします、僕も考えてしまう、うんうん、はい、で、あもこちゃん、内省することで充電する、やっぱり内向かなと、ああ、うん、多分僕はそういうのあんまりないんですよね、なるほど、内省して充電するみたいな、はい、ねむねちゃん、ねむねさん、ねむねさん本来外交内交の意味をしっかり捉えたいですと、私も迷いますと、うん、外へ行動するタイプだとは自覚してますが、うん、内省なしには充足も変化もない気がしていますと、うん、言葉にしきれないうちに残っているものの方が大切な気がしますと、あで灰の人さんはあれは日記なので内交ですと、あ日記だった、はい、で僕は
あれに反応してしまうんですよ。あ何かをやらねばみたいな、うんうん、反応せねば反応せねば、うん、でここでなんかうまいこと言ってやろうとか、うんうん、やつをギャフンと言わせてやろうとか、うん、っていうのが出てくるんですね、うん、そうそうと言わせようとか言わせようとか、うん、はい、外交や、うん、外交や、ね、外から受けた膨大な情報量を削って落とし込むためにやってますと。知り合いと旅行に行くと、うん、知り合いに対して永遠に壮大な独り言をやるんですよねと、うん、ツイッターあれをってことですよね、はい、知り合いに対して、はい、なるほど僕もあれは黙るでしょうね、ケールさん内省苦手ですと、うん、一人でも考えを口に出すの分かりますと、うん、ですがその一方で一人になりたい時はありますね。あとケールさんはいいかもしれない、うん、外交外交、はい、一人になりたいはすごくわかる。僕も全然、うん、あのそう一人の部屋は必要ですよ、うん、はい、大切なのは無意識で内省か交流かのどっちかの行動を選びたいかというところのようなと、うん、あ、無意識に内省か交流かで、無意識を出しちゃダメですよここで。そう、無意識にする、無意識にしちゃうともう途端に判断できない、判断できない、もう意識になっちゃうそれは、うん、はい、でもどっちを得意に使ってるかって言われると、うん、外交だなと思ってます、うん、はい、うん、でそれでいいんじゃないっていうのが MBTI だと思ってます、はいはい、そうするとやっぱり内向なのかなとか思ったりはしますよ。はい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 、本当の心の深くまで探っていくと外交的にだともうそれはどっちもどっちもありますもんそんな、うんうん、はい、耳を塞ぐっていうのができない。あ、わかる、全部受け取ろうとしてしまう癖がある。ケールさん、耳を塞ぐ、耳を塞ぐ、桜木花道ができない、はい、嫌なことは知らない、はい、できない、それ僕もできない、うん、ケールさん、なるほどと。だから、まあ、どっちをたくさん使ってるか、はい、これ的に言うと、はい、というとこですよね、はい、そんな感じでしたね。そんな感じでしたね、はい、で要はどっちでバッテリーを充電してるか、うんうん、あ、これだなと思ってます。僕はどっちでバッテリーを充電、ここでバッテリーを充電するために自分の時間を使ってるんですね。要はこの、うん、こういう本を読むのも、うん、全部外でバッテリーを充電するためになんですよ、うんうん、外でバッテリーを充電しないんだったら、うん、タイプ論は多分読んでないです、うん、あの好きな小説を読んでます、うん、歴史の本とか、はい、内省が孤独で辛いの、内省は誰しも必要ですっていう話だとは思ってますが、うんうんうん、どっちで元気になってるか、うん、あ、だから全くない人はいない、全くない人はもちろんいない、健常な人で、はい、それはもう、もう多分異常者です、それは分かったっていう話ですねそれは分かったとした上で、うんうん、どっちであなたはより元気になってるかとか、どっちが得意かとか、はい、うん、っていうと僕は元気を充電してるのは、うん、多分こういう場です、うんうん、はい、外の刺激を渡り歩いて楽しくなくても何か逃避してるんじゃないだろうかと思ってしています、思ってしまう、うん、内省していて孤独感は全くないですね、日常なので。でまあ、うん、っていうどっちでねるねさんも元気を得ているか、うん、っていうことなのかな。それは外で空振りする日もありますよ、そんな私も、まあ、ありますよ、はい、全然面白くねえみたいな、うん、なんだよあそこっていうのは、充電できないことがあるってことっていうこともある、もちろん、うんうん、がどっちがよりっていうことなのかなっていう認識でいます、まあ、充電しに行こうとするかですよね。外に充電しに行こうとするか、うち、はい、にしに行こうとするか、はい、うまくできないことはあるけど、はい、っていうと僕絶対外です、うん、はい、エネルギーがの充電がどっちかが外向内向っていうのは公式でも言われた、うん、っていうのは公式の本を読んでるから、うん、公式の本を読んでます、はい、はい、のりとさん、うん、私は後で自分に味わい直すためにおしゃべりとか旅行をする、うん、あ、自分で半数草食動物のように胃袋が4つあって、うん、咀嚼して何回も何回も味わうためにあげてるって話なんですかね。そのために人と話す、話したりっていう、でそっちの方が自分が元気になるっていう、うんうん、FK さん、私の中では歌を歌うっていうのは 100% 内的な作業だったりしますと、うんうんうん、だから帰り道とか風呂で
鼻歌を歌う時が一番幸せ。あ、自分のために歌ってる。今外のためにごめん、ちょっと今涙が出そうになって今ごめんなさい。うるっときた、ごめんなさいね。おさえ、あし、はい、うん、だけどステージに上がってアイソマックスでトークしたり、うん、たくさんの人から注目を浴びて打ち上げに出るまでが外交 100% の作業。でも多分それは多分疲れるんでしょうね。疲れるんじゃないですか、本当の自分じゃないで自覚されてるから FK さんは愛ですっていうのを分かってる、うん、鼻歌が一番楽しい、楽しい自分のための作業、うんうん、僕は帰りの車の中で一人になって鼻歌を歌ってますが、それ以外はずっと誰かといたい。コウタさん、あ、でも僕はそっちに近い感じはするんですよね。誰かといたい。僕は鼻歌を歌ってるんですけど、はい、ウクレレ弾くたびに歌ってますもんね、鼻歌は。っていうのは今歩きながらとか帰り道とかに、はい、鼻歌とか歌を歌いながら帰るけど、はい、それの目的はウクレレの弾き語りをするための練習ですからね。それ今うちと外どっちの話をしてます。外外交的な。ああ、なるほど。で、コウタさんはそれ以外は誰かといたいっていう、うん、なるほど、そういうことですよね、うんうん、外にエネルギーを求めて、うん、内に向いてる、何かをやってる、はい、うん、なのでやっぱり充電、どこで元気を得ているか、うんうん、僕はもう間違いなく外、うん、もちろん内省もありますよ、もちろん、うんうん、どどめ色した決して、うん、あのクリーンな色ではないところで内省はします、うんうん、はい、っていうところで、うん、ちょっとなんか外交内交が公式の力を借りて、はい、もちろんこのカーシー博士は選択であなたはできてますという視点で分かりやすかったですし、はいはい、大好きです、うん、が今日これからはちょっと、まあ、非公式ってわけじゃないですからね。あ、そう、名前が違うって話ですね。そう、なんか違う人のものっていう、はい、はい、申し訳ないですが、はい、うん、でも出てくるのはラーメンです。ラーメンです、はい、はい、っていうところで、次は直感と感覚の話を来週来週したいと思ってます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。グッドボタンもお願いしますですね、はい、あ、ちなみに僕もグッドボタンを押してます。なので、うん、グッドボタンが1個の時は二等兵のボタンです、うん、はい、はい、